はい、どうもこんばんは、おでんです。というわけで今回はこのジュンゴール体験を使って、お前ジュンゴール武器しか持てないなって思われるかもしれんけど、あ、いやでも前回あれやな、ゴール使ったの。はい、というわけでね、今回はこのジュンゴール体験を使って、ジンオーガのね極限に挑んでいきたいと思います。というわけでさっさと行きましょう。はい、というわけでね、今回もクリアできたらね一発目の動画を出そうと思うんですけど、そう、ってことはね、そこまですごい動画じゃない、すごいプレイじゃないのにね出てるかもしれないんですけど、そこはご了承ください。やっぱねリアルを届けないといけないと思うんで、はい、やっていきたいと思います。で、ジンオーガはこの6番にねおるはずなんですけども、怪力の種を飲んでいく。体験ちょっと相性いいんかな。まあ、一応ね意外体験にはしてきたんですけど、あ、ちょっと待てよ、バレへんようにしゃがんでいって、で、あぶね、せや、氷石育てた。進撃つけていく。で、こいつね、ダメージカット入ってるんで、前足を攻撃していきたい。あ、てか、あれやね、最初から溜まってるわけじゃないんや。あの、ギルクエのしすぎでわからんくなった。オッケー。前足だけ効くんで、ここに攻撃をしていく。さあ、どんだけ溜める？あー、くそ、そう、頭ね、すごいヒットストップなんやけど、ダメージね、めちゃめちゃ削られちゃうんで、前足を積極的になんか言うねんって、ね、いやー、え、結構ダメージでかくね。ちょっと待ってくれよと。ちょっと待ってくれよと。あ、これもう溜まるかもしれんね。けど、俺はやめない。君が解除されるまで攻撃をやめない。避けろー。あ、いいね、いいね、さっぱりした。あ、くそ、やべえ。外して。いい、あのピンクの玉じゃなければ OK よ。あ、後ろ足じゃないのよ。OK、これ溜めるな。いや、これ溜めきるかな。えい。え、あ、なんかもう解除した。あ、てか、やばい。効率的なくなった。ちょっと待って、攻撃を決めていく。まあまあまあ、2個でね、解除できたら OK なんで。あ、これは溜め切るな、さすがに。やれへんのかーい。えい。あ、硬っ。あれ、嘘でしょ。いけるよね、前足。ちょ、それ、ダメよ、ダメよ、それ。え、ちょっと待って、は、え、こんな痺れる効果なんかあったの、これ。初めてなんですけど。溜め切れへんのかい。いや、でもこれで来たな、多分。おーい、ちょっと待ってくれよ。オッケーオッケー。これはチャンスよね。前足と背中できるんですよね。えい。え、嘘でしょ。え、また解除できんの。はい、よう。えい。オッケー、来た。よっしゃ。あー、後ろに、前に返しちゃうかった、今。よし、頭に当てていく。気絶取れたらいいんやけどね。飽きたけど、耳栓忘れてるから大丈夫。へい。オッケー、もうこっからはね、普通のジンオーガなんで、安心していけると思うんやけども、そんなにジンオーガ体験でいったことがないけどね。あ、指。ちょっと待て。オッケー。はい、こっちを見ろ。あ、そうす。やば、我慢多め。やばいよー。ちょっとストップしてくれよと。ガバガバやないかい。よいしょ。うん、入ればこっちのもんやからね。はい、こっちを見ろ。あ、まあまあまあ。当たったからよし。やばい、死ぬ。待って、オーブで。はい、こっちを見ろ。あら、やばい、風圧すごい。ちょっと待って、あ、いや、回復して。いや、極限がで、ね、また来る前に解除したいんだけど、うわ、延長されていく。あ、そっか、それがあったな、忘れてた。普通に今忘れてました。やっぱ体験むずくね、こいつ。チャージアックスの方が良かったかな。いいね、頭にシュー。オッケー。
オーケー、さらに確定でハマるね。これ気絶しろ、こっちを見てくれた、ナイス、いいね、解除していく、よしよしよし、完璧完璧、すげえハマってる、頭にヒュー、超エキサイティングで、ここら辺で食べようかな。へい、あ、すげえすげえ、めちゃめちゃハマってる。ロナルドはスポーツにハマってる、もちろんさ。あ、いいよ、いいね、はい、ちょうど痛めの強ため、やばい、来ちゃったね、このタイム。 OK、 進撃やって、このね、1分間、最初の1分間解除できへんねんけど、さすがにちょっとね、蓄積はしときたい。 OK、 いいよいいよいいよ、キルメ、なに、まだ生きるやと、うおー、1回ですげえたまにね、君、これちょっと交流席もったいないんだけど、砥石使用していきます。 OK、 よし、あー、解除できるか、2回目、これ確実にちょっとずつ当てていこう。ヒットストップがないからね、全然ないからね、すごい効いてるか不安なんやけど、もうここしかないからね。やばい、これはため切る、よいしょ。逆にこの溜まってる時の方がね、肉質いいんですよね。1、2の3、はい、よし、3、はい、やめて怖すぎ、はい、あ、やべ、氷石切れた、2回よね、よし、やっていく、いいね、こっちを見ろ、今の入ったよね、よし、負けた、うますぎ、自分で言うのもないけど、腕に、あー、くそ、頭か、あ、ちょっと待って、それは、それだけは、でもこれ1回ガードすれば、よしよし、そうやね、これ1回ガードしちゃえばこっちのもんやから、はい、来いよ、えい、切り味がちょっと減っちゃうけど、いいよ、けろー、そう、あれめちゃめちゃ怖い赤い球なんやけどね、うん、何回言うねんってね、ガードすればでいいんですよ、1回ガードしたらね、もう当たり判定なくなっちゃう、やめろ、よし、すげえ、尻尾今めちゃめちゃ見り込んでたね、おお、待って、切れちゃうって攻撃が、あ、ガードガードガード、よしよし、いや、怖すぎ、攻撃のタイミングがないんですけど、あかんて、赤はあかん、緑にしとけって、やめろ、おぶね、薬を飲んだけど攻撃が当たっていく、半分減らされていく、やらかしたマジ、やばいやばい、効率的なしで届かなかった、こんなまがまがしい、ちょ、なんか激コア BGM で戦わなあかんの、危ねー、でっかいクルリンパするしょ君ちょっと待って、エリア端、ちょっと、よし、雪ぶり、雪ぶり、はぁ、お前それせこいせこい、ちょっと待って、あはは、無理無理、あかんて、これはサブタゲでなんか入ってる、おぉ、飛躍か、あ、すげえ、飛躍2つもあるな、ラッキー、あら、忘れた、バレたバレた、ちょっと待って、一発入れれるか、おい、オッケー、分かった、最高最高、一発確定で失礼しますわ、もう一丁、あ、頭に当たった、オッケーオッケー、これは当たらなかった、よしよし、くそ、後ろ足りない、いやでもこれ弾かれへんだけだいぶマシやで、ほんと、もう一回クロスか、あーやばい、減りすぎ、ちょっと待って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 、さっきもらった飛躍使おう、いや怖すぎ、 OKOK、 使ってちょっと降りてくれませんかね、降りてくれませんかねって言って俺が登っていく、
えい、あ、これもう一回来るでしょ。危ない危ない。やめて。怖すぎ。当たるんかい。吹っ飛びすぎ。バカバカバカ。もう一回やれろお前。危ない危ない。いやー、交流席全然使えてねいや、これもう一回やろ。で、クルリンパやろ。クルリンパからのクルリンパ、よいしょ。ちょっと待って、ちょっと解除できんのかって。こんなやつ解除できんのかって。うわ、しかも来るねこれ。ガードして、あ、切れ味が。オッケー、これで攻撃決めて、いけるか、いける。頼む。切れ味白でも解除できるでしょ。よし、一撃入れて砥石使っていく。あ、やばいやばい。ちょっと待って、これが切れへんうちに解除しよう。解除普通に。オッケーオッケー、最高。お前最高かよ。あ、解除した解除した。よし、移動しちゃったね今。オッケー、後ろ足に入れて、オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、もう解除できればこっちのもんよ。あー、まあまあまあ、かわいいかわいいかわいいべこいつ。うえ、気持ちいい。いいよいいよ、えい、交差していけば絶対に当たらないんだよまあさっき当たったけどね。やべっち、あぶねあぶね。こっからこうへんじゃん。えい、やったー、かえーで完全に解除していく。で、これ気絶狙えるかな。えい、あ、まだか。さあ、あ、オッケーオッケーオッケー、腹減ってる腹減ってる。腹減んないっすか。うーんって言うでしょ君。あ、まだ溜めんのね。えい、あ、よっしゃ決まったというわけで、今回は、純ゴール体験を使ってね、極限陣王が倒していきました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。いやー、こいつ差が激しいね